皆様こんにちは、料理研究家の浜田美里です。暑い日が続きますが、お元気でお過ごしでしょうか。前々回に投稿した梅仕事 Q&A をご覧になった生徒さんから、先生ぜひ Q&A をもっとやってくださいということで、いくつかねご質問をいただいたので、今日はその一つにお答えしようかなと思います。ですね、この度いただいたご質問はですね、ご夫婦2人でもうあんまり一度にたくさんのものを取ることができないので、買ったお野菜とか、あと取れたお野菜が余ってしまう、どんな風に保存したらいいでしょうかというご質問でした。確かにこの暑い季節って一度にドーンと取れるお野菜が多いんですよね。家庭菜園なさってる方なんかはナスとかキュウリとかトマトとか一度にたくさん取れるので、腐らせないうちに食べてしまいたいっていう方も多いんじゃないかなと思います。あるいはスーパーや八百屋さんで売られているお野菜も大量に買ってきたんだけども、少人数で一度には食べられないし、料理しない日もあるから腐らせてしまうことがあるという方もいらっしゃるんじゃないかなと思ったので、今日はですね、ナスについてお話ししようかなと思います。実は私も数日前に広島の実家からナスが10本以上届いて、すごい綺麗よね。うちの母が今ナス作りに目覚めているみたいで、すごい綺麗なナスをたくさん送ってくれるんですけど、とってもありがたいんですが、確かに一度にドーンと来た時にこれどうしようって思われますよね。で、私はね、ナスに関して言うと必ずもう届いたらすぐにやることがあります。全部のナスはやらないんですけど、特にね、長めのこれはそうでもないんですけど、細長い長ナスなんか特に剥くんですけどもね、焼きナスにしてしまいます。で、もう今これここに7本ありますけど、グリルに入るだけ全部焼いちゃうの。そうすると焼きナスって一から作ろうと思うとすごく面倒なんですけども、作っておけばね、結構冷蔵庫で3日ぐらいは持つし、あるいは冷凍もできるんですよ。で、そのままお醤油をかけたり、酢味噌、以前にご紹介した梅味噌なんかもよく合いますしね、ポン酢を少しかけたり、鰹節とか青じそを振ったりとか、もうそのままでも十分に美味しいし、お味噌汁とかそういったスープに入れたりとか、私はね、餃子が大好きなのでしょっちゅう餃子を作ってるんですけど、その豚ひき肉とね、ちょっと合わせてナスの餃子にしたりとか、もうね、いろんな風に使えます。なので、もう迷ったら焼いてしまってください。で、焼き方はちょっとお見せしましょうか。包丁でここのところをスパンと切ります。ナスのヘタを切るときはこの辺で切らないようにしてくださいね。普段の料理の時もできるだけギリギリで切ること、ここのところもすごく美味しいので、無駄がないように、ギリギリで切る。で、それこの切るのはね、ヘタを落とすためと、このまま焼いてしまうとパンと弾けてしまうことがあるので、ちょっと逃げ道、水分の逃げ道を作るために切り、ここ内側だけ切り落とします。そして、よく熱したグリルに入れて、これでしたらもう私はこれに入るだけ並べて全部入れてしまいます。こんな感じね。で、グリルの強火で10分から20分、これちょっと幅を持たせて申し訳ないんですけども、グリルの性能によって分数が違うので、15分にしておきましょうか。あんまり焦げやすいのだったら7、8分のこともあるので、ちょっとグリルによって違うので、正確な分数は焼きながら見ていただきたいんですけど、うちのグリルの場合はだいたい15分ぐらいかけてます。しっかり予熱した中に入れて15分ぐらい焼きます。で、焼いた後にすぐに取り出さないで、このグリルの中でちょっと冷ましとくのね。すぐ熱々で取り出すと皮を剥くのがとっても大変なので、日本料理とかだとそれをパッと氷水に取ったりするんですけれども、
私はあまり水っぽくもしたくないし日持ちもさせたいので、このグリルの中で冷まします。どれぐらいかな、5分とか10分とか余熱で置いておくと、もうスルーッと皮が剥がれますので、皮を剥がして、それでもう多分3本ぐらいだったら一晩でペロッと美味しいのでね、焼きナスはすぐにもう食べちゃうんですけど、残った焼きナスは冷蔵庫に入れておいて、先ほど言ったようにいろんなお料理に使えばいいし、冷凍する場合は必ず切って冷凍なさるといいです。そうすると使う時に、例えばもう沸騰したお出汁の中にポンと入れればすぐ味噌汁ができますし、使う時にとても使い勝手がいいので、でナスは焼くとシューンってちっちゃくなるので、これをねそのまま冷蔵庫に入れようと思うとすごい場所を取ってしまうんですけども、焼いたナスはもう本当にこれぐらいの容器に入っちゃいますから、かなりちっちゃくなってくれるし、お料理する時ももう火が通ってるのですごく使い勝手がいいので、10本以上のナスどうしようと思われたら、ぜひ焼きナスにしましょうというお話でした。他にもね、干し野菜にしたり揚げナスにしたり、揚げナスに関しては以前揚げナスのお味噌汁の動画をショートで出しているので、それご覧ください。それもねすごく便利です。揚げナスも冷凍も効くのでね、まとめて作っておくといいんですけども、この焼きナスの場合は全然油もいらないし、ナスそのものでとっても甘みも出るのでね、使い勝手がすごくいいんですね。なので、今日はナスがたくさん来た時は焼きナスにしましょうというお話でした。また何かご質問がありましたらぜひぜひお寄せください。それでは皆さん元気で夏の毎日をお過ごしください。さようなら。またね。